スマインターチェンジは、第二神明道路のインターチェンジで、兵庫県神戸市スマ区にある。第二神明道路の東端のインターチェンジであり、第二神明道路の起点より1トルほど西に、ある。赤市方面への入り口と赤市方面からの出口のみの、ハーフインターとなっており、阪神高速3号神戸線の月見山で入り口と、機能を保管し合っている。阪神高速31号、 神戸山手線の分岐線が接続する計画だったが、道路関係4高段民営化後に建設中止が決まった。この IC の西500メートル本線上には、スマ料金所が設けられており、上下線ともに通過時に普通車210円を徴収される。第2新名から阪神高速3号神戸線に乗り継ぐときはこの料金所で、 阪神高速道路の再延区間料金も合わせて徴収される、スマインターチェンジで降りる車と阪神高速に乗り継ぐ、車で料金が違うので、上り方向では、料金所の左側の2レーンが、スマインターチェンジで降りる車専用、残り、大部分が、阪神高速乗り継ぎ用と分かれている。かつて、スマ料金所は両方向とも、第2新米の料金のみを徴収し、 阪神高速の料金は少し先の若宮料金所で徴収していたが、妻料金所での合併終理開始とともに、若宮料金所は廃止された。以上の理由により、東料金所は渋滞の名所として知られており、交通情報でも頻繁に名前を聞かれる場所であった。以前は、神戸市内から明かし、たる JGT 方面を目指す車が東料金所を、 戦闘とする渋滞を避けるために、国道2号や兵庫県道21号神戸、明石戦闘を経由して、スマインターへ向かうことも多かった。休日には、阪神高速3号神戸線の前や出入口付近まで、渋滞が続くことが当たり前であったが、近年は東洋近所を戦闘とする渋滞は、減少、短距離化の傾向にある。その理由として、ETC の普及、 山陽自動車道や阪神高速7号北、神戸線と中国自動車道の直結、阪神高速31号、神戸山手線の開通等が挙げられる。阪神高速5号湾岸線の六甲アイランド、北出入口、秒谷ジャイクション間が、延伸開通すれば、さらなる交通の分散が見込まれる。ありがとうございます。